今回は日本の祝祭日についてまとめたいと思います。ほとんどの国では祝日が制定されており、その国が重視している日を知ることができます。国によっては特定の地域のみで適用される祝日が設けられている場合もあります。現在の日本では通称祝日法で制定された16の祝日があります。しかし明治憲法下では現在とは異なった祝祭日が制定されていました。現在の祝日のうち、明治憲法下の祝祭日から日付が引き継がれたのは色が変わった6日間です。なお天長節だった天皇誕生日は日付こそ違いますが、趣旨は引き継がれています。では1月から順に見ていきましょう。祝日法では年の初めを祝う日とされています。ご存知の通り、古来から新年の初日として特別な日でした。戦前は四方節と呼ばれていました。これは宮中で天皇陛下が天地よもの神器を拝する宮中祭祀の一つ四方拝を行う日です。四方拝自体は平安時代にはすでに行われていました。戦前法的には祝日ではありませんでしたが、慣習的に祝日とされていました。現在は法的に元日として祝日化されています。なお元日に似た言葉として元旦があります。旦という字は地平線から昇る太陽を表しています。よって元旦とは1月1日の朝を表す言葉なのです。日常的には厳密に使い分けなくても大丈夫かと思いますが、法的には元日が正解です。1月3日は宮中祭祀の一つで皇位の元祀をほぐ儀式である元祀祭が行われる祭日でした。現在は平日ですが、正月三が日として企業や学校、官公庁などは休日であることが多いと思います。1月5日は文字通り新年を祝う宴会が行われる祝日でした。元日節会が由来となっています。皇族だけでなく外国の特使なども招いて行われたようです。もともとは元日に行われていましたが、元日は慌ただしいため5日に行われるようになりました。この日は大人になったことを自覚し自ら生き抜こうとする青年を祝い励ます日とされています。江戸時代以前の慣習である元服が小正月に行われていたことから、小正月に近い1月15日が成人の日とされました。平成12年の祝日法改正により1月第2月曜日とされました。1月30日は明治天皇の父である孝明天皇が崩御された日です。歴代天皇のうち直近に崩御された天皇の祭祀を選定祭と呼び習わしています。選定祭はあくまでも直近に崩御された天皇が大正であったため、明治天皇が崩御され大正天皇が即位されたことで、この孝明天皇祭としての祭日は大正時代に廃止されました。明治以降の選定祭の日付をまとめるとこのようになります。なお令和2年11月現在、上皇陛下はご健在ですので、選定祭は平成から引き続き1月7日の昭和天皇祭となります。2月11日は建国を忍び国を愛する心を養う日とされています。現在の16の祝日のうち祝日法に日付が明示されていない唯一の祝日です。日付は祝日法ではなく政令で定める日とされ、建国記念の日となる日を定める政令で定められています。戦前は紀元節という名称でした。紀元節が2月11日になった理由ですが、まず建国の定義が初代天皇である神武天皇が即位した日とされました。
日本書紀に記されていた即位した日をグレゴリオ暦に換算した結果、2月11日であったことから、この日が紀元節とされました。2月23日は天皇の誕生日を祝う日とされています。ご存知の通り、平成31年、令和元年に御譲位が行われ、この日が天皇誕生日となりました。戦前までは天皇誕生日のことを天朝節と呼んでいました。同じく皇后誕生日のことを地球節と呼び、天朝地球で天地が永遠に変わらないことを表す言葉です。春分の日は自然をたたえ生物を慈しむ日とされています。春分の日と秋分の日は天体観測によって得られた日が祝日となります。太陽がお羊座にある春分点を通過する日を春分日と言い、春分日が祝日法によって春分の日に指定されます。戦前までは春季皇霊祭という宮中祭祀であり、これが現在にも引き継がれています。なお、春分や秋分、夏至や冬至の二十四節気は、単に季節を感じるための言葉ではなく、旧暦のカレンダーを決めるための非常に重要な要素でした。4月3日は、初代天皇である神武天皇が崩御されたとされる日です。選定祭とは異なり、明治、大正、昭和戦前を通して祭日でした。4月29日は昭和時代の天皇誕生日で、激動の日々を経て復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす日とされています。昭和天皇の誕生日で、崩御後の平成元年から18年までは緑の日でしたが、平成19年に昭和の日となりました。5月3日は日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する日とされています。5月4日は自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心を育む日とされています。もともとは平日でしたが、昭和61年に祝日法が改正され、前後が祝日である平日は休日として扱う、通称国民の休日となったことから、恒常的に5月4日が休日となりました。平成19年さらに祝日法が改正され、5月4日そのものが緑の日という祝日となりました。5月5日は子どもの人格を重んじ、子どもの幸福を図るとともに母に感謝する日とされています。この日は端午の節句であることから、それが反映された日です。この日は海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う日とされています。平成8年に施行されました。当初は海の記念日であった7月20日でした。7月30日は大正時代には明治天皇の選定祭でした。8月11日は山に親しむ機会を得て山の恩恵に感謝する日とされ、平成28年に新設された祝日です。しかしこの日には海の日があるなら山の日もあっていいのではないかという理由で制定されたとの説があります。またこの日には特に山に関する言われがあるわけではないので、他の祝日に比べてかなり政治的色が強い祝日とも言われています。当初はお盆前の8月12日にしようとしていたところ、この日は日航機の墜落事故が発生した日であることから問題視され、日付が2点3点しました。8月31日は大正天皇の誕生日でした。なお、明治及び昭和においては平日でした。8月31日は夏の最も暑い時期であり、様々な行事を行うには適さないため、2ヶ月後の10月31日が天朝節祝日とされ、祝賀行事は10月31日に行われました。この日は多年にわたり社会に尽くしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う日とされています。平成14年までは9月15日でした。
秋分の日は祖先を敬い亡くなった人々を偲ぶ日とされています。戦前は秋季高齢祭でした。春分の日と同じく太陽が秋分点を通過する日が秋分の日に指定されます。この日はスポーツを楽しみ他者を尊重する精神を培うとともに健康で活力ある社会の実現を願う日とされています。令和元年までは体育の日であったためこちらの方が馴染みがあるという人も多いと思います。昭和39年の東京オリンピックの開会式が行われたこの日が体育の日として制定されました。10月17日は神嘗祭が行われる日です。その年に収穫された初穂を天照大御神にお供えし感謝する五穀豊穣の感謝祭です。宮中と伊勢神宮で執り行われています。元来は旧暦9月17日に行われていましたが新暦9月17日はまだ収穫前ということで神嘗祭の日付を1ヶ月遅らせることになりました。10月31日は大正天皇の本来の誕生日である8月31日が夏の暑さにより行事を行うのに適さないため祝賀行事を行うために設定された代わりの日です。11月3日は自由と平和を愛し文化を進める日とされています。明治天皇の誕生日であるため明治時代は天朝節、大正時代は平日、昭和になると改めて明治節という名称で祝日になりました。なお昭和21年11月3日は日本国憲法公布日でした。11月23日は勤労を尊び生産を祝い国民互いに感謝し合う日とされています。しかしもともとは新嘗祭という天皇陛下自ら申告などの収穫物を神々に備えて感謝する祭日でした。申告の収穫をするための労働部分のみを捉えて祝日化したため意味が変わってしまったのです。なお新嘗祭はもともと旧暦11月の2回目の卯の日に行われていたため11月23日とは限りませんでした。新暦に移行する際その年の新嘗祭の日であった11月23日に固定されました。12月23日は平成元年から30年の間現在の上皇陛下の誕生日を祝う日として制定されていました。12月25日は昭和の戦前には大正天皇の選定祭の日でした。現代においてはクリスマスのイメージが強い日かもしれません。